こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の秋のトップスはこの5枚だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています。まだまだ暑い日が続くんですけども、そろそろ秋服欲しいなと思っている方少なくないかなと思います。ファッションアイテムにはいろんなジャンルがあるんですが、例えばアウターがあって、今回ご紹介するトップスというジャンルがあって、下半身行けばボトムスがあって、ファッション小物みたいなものもありますよね。靴だとかバッグだとかアクセサリーだとか、まあこういったジャンル分けがあるかなと思うんですが、まあその中でもトップスの重要度はかなり高いかなと思うんですね。これなぜかというと、トップスは上半身のアイテムなので相手の視界にも入りやすいですし、アウターと違ってトップスはですね、結構使える季節が長いんですね。例えばシャツなんかは、真夏はちょっと長袖のシャツ暑いかなと思うんですが、それ以外の秋冬春と3シーズン使えるんですね。このようにトップスは一度買うと結構様々な機会で使えるので、メンズファッションの中でも結構重要度が高いのかなと個人的には感じています。まあそんなトップスにもいろんなジャンルがあるんですが、今回は5種類ご紹介します。で、この5種類を全て持っておく必要は全くなくて、着こなしの傾向によってちょっと綺麗めなものが好きだなっていう方はこの中から 2,3 パターンとか、あとカジュアルめが好きな方だったらこの5個の中でこの2つかなとか、まあこんな感じでですね、人によって適性は変わってくるかなと思うので、ぜひ皆さんにとって気に入ったトップスをですね、今回の動画を参考にしながらお買い物を楽しんでいただきたいなと思っています。まあ一個ずつのアイテムに対して、このアイテムはこんな人に似合いやすいですよっていうところまでですね、皆さんにお伝えできればなと思いますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、皆さんに具体的に秋のトップスご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1枚目ですね。今回ご紹介する中で最も重要度が高いなと思ってるのが、僕が今着てるようなシャツですね。まあシャツといってもビジネスシーンで着るようなカチッとしたものではなくて、カジュアルなジャンルのものになります。サイズ感で言うと、まあシャツというとですね、ジャストサイズで体にぴったりなものを着るという印象の方もいらっしゃるかなと思うんですが、カジュアルシーンで着るものというのはですね、ちょっとリラックス感のあるようなサイズ感がいいかなと思うんですね。まあ例えば僕が今着てるシャツはですね、ストライプ柄のもので、シャツ愛好家の僕としましては、このようなストライプシャツだけでもですね、結構な枚数持ってるんですけども、僕はこのようなブルー系のストライプ柄がすごく好きなので、まあ割とよく着るんですね。あとはブルー無地とかも大人の男性には使いやすいかなと思うんですが、まあ先ほどお伝えした通り、サイズ感は少しゆったりめの方が、こういったシャツというアイテムは適度なこなれ感だとか、大人っぽいんだけども少し崩した感じが出せるので、まあ綺麗になりすぎないような少しゆったりめのサイズ感を選ぶといいんじゃないのかなと思っています。ちなみにこれ今着てるのは僕の自分のブランドで作ってるものなんですけども、あまりにですね、シャツが好きすぎて、僕のブランドはですね、シャツのバリエーションは結構多いんですね。まあそれぐらい僕自身シャツが大好きなんですが、まあ今買うとしたらですね、こちら、ユニクロのエクストラファインコットンブロードストライプシャツの長袖ですね。これの67番ブルーが割とですね、僕のオリジナルのシャツと似た柄なんですね。これ使いやすいと思います。まあユニクロはこのような素材感いいですね、エクストラファインコットンのシャツやってるわけですね、毎シーズン。その中でも結構白シャツとかって僕は難しいなと思ってるんですね。というのも、白シャツイコールですね、ビジネスシャツの印象が強いので、どうしても小綺麗に見えすぎてしまうんですね。なんか休日感が出ないのでなかなか難しいと。なのでシャツを着るのであれば、サイズ感ちょっと緩くしたりだとか、色をですねブルー系にしたりだとか、ストライプにしたりだとか、まあもうちょっとですねおしゃれ感強く出したい方は、あえてベージュとか選ぶのもいいかなと思うんですね。後ろにもベージュシャツ並んでるかなと思うんですが、そういった選択肢もあります。まあユニクロのこちらのシャツもストライプの幅が割とこうランダムで、ビジネス用のシャツではないのですごく使い勝手がいいんですね。ただサイズ感が割とコンパクトなので、これは皆さんの通常サイズよりもワンサイズぐらい上げてもいいのかなと思います。僕の場合は身長164センチの53キロなので、普段はもうジャストできるんだったら S なんですけど、まあトレンド感をほんのり出したいので M を軸足に選ぶことが多いんですけども、そういった場合でもこのシャツは L 選びますね。そうしないと結構タイトなので、ちょっとワンサイズ上げるぐらいの感じがいいかなと思います。そのサイズ感さえ失敗しなければ、これすごく使いやすいなと思ってまして、
公式のスタイリングにあるようにですね、白 T 着て、そしてこのストライプのシャツを着て、ボトムスはネイビーだとかブラックのパンツを履いてもらえば、もうバッチリ着こなし完成します。このようなシャツというのはどんな方に似合うのかというと、僕もいろんな方スタイリングしてきましたが、シャツが似合わないという男性はほとんどいないんですね。ちょっと綺麗めな方向のですね、ジャストサイズのシャツだと似合う似合わないあるんですが、割とこのようなラフなカジュアルシャツっていうのはいろんな方に似合います。真面目な雰囲気の方であっても襟がついていて一定の小綺麗さがあるので似合いやすいですし、割とですねぽっちゃり体型の男性とかもですね、シャツが持つ小綺麗さを入れてあげることですごくバランスよくハマったりするので、体型も人柄もあまり問わずにいろんな方に似合いやすいので、まあ一枚はカジュアルなシャツですね、少し緩めのもので持っておくと便利なんじゃないのかなと思います。ユニクロだったら2990円で買うことができますし、セレクトショップのオリジナルとかだったらまあ大体ですね1000円から1万5000円くらいで買うことができるので、1枚ちょっとパリッといいものを持っておくのも悪くないかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目のトップスなんですが、僕が今着てるような長袖の T シャツですね。これもですね、定番的な位置づけなんですけども、正直、ロン T に関しては好き嫌いが分かれるかなと思います。僕自身はどちらかというと、ロン T ってこれまであんまり着てこなかったんですね。同じ T シャツのジャンルだったら、半袖の T シャツの上にカーディガンだとか、あとはジャケットなんかを着ることが多くて、あえて長袖を選ぶことはなかったんですね。で、長袖のこのようなアイテムだと、僕はですね、ニットいっちゃうことが多かったので、結構長袖シャツっていうのは着なかったんですが、まあ去年ですね、実際に1枚買ってみたところ、意外と使い勝手がいいなということで、まあ皆さんにもですね、候補の一つとしてご紹介ができればなと思っています。で、僕が今着てるのはですね、こちらはスティーブン・アランというブランドのですね、ロングスリーブ T シャツになるんですが、肩のラインはやっぱりちょっと落ちていて、適度なゆとりが出てるのと、身幅もゆったりめの T シャツなんですね。まあこのようなロングスリーブ T シャツってどんな場面で着るのかというと、僕が今着てるような白 T って、正直すっごいシンプルなので、これ1枚で着ることはまずありません。この上にですね、やっぱりアウターを羽織ることを前提にして、ニットだと洗濯しづらいし、なおかつちょっと綺麗めな感じが強く出るので、ラフな雰囲気出したいなと、 T シャツを着てる感じを出したいんだけども、純粋に秋から冬にかけては腕が寒いので、そんな時に長袖のこのようなシャツが1枚あるとすごく便利なんですね。まあそんな感じで割とこう実用性を重視して僕は選ぶことが多いんですね。もしくはこのロンティーを主役にしたい場合はですね、こちらの画像ですね、アーバンリサーチドアーズの USA コットンモックネックロングスリーブ T シャツ、こちらはすごく使い勝手がいいなと思います。このチャコールグレーなんかは1枚で着てもちゃんとですね、着映えがして様になるような見た目かなと思います。白のロンティーだともうめちゃくちゃシンプルすぎるんですが、このようなダークグレーだと色自体がですね、ちょっと引き締まりがあってシャープに見えますし、この長袖 T シャツに対してブラックのパンツ合わせてもいいし、ちょっと明るめのホワイト系のパンツだとかオリーブのパンツとかも相性がいいので、まあロン T1 枚を主役にして着るんだったら、僕はこのチャコールグレーめちゃくちゃいいなと思います。で、このようなホワイトだとかライトグレーだとか、そういった明るい色を着る場合には、もう本当に重ね着の一部としてこの上にですね、ジャケット羽織ったりだとか、まあそういった形がいいかなと思うんですね。まあせっかくなんでちょっと上羽織ってみますね。はい、こんな感じですね。上に羽織っちゃえば、正直長袖なのか半袖なのか全くわかりません。まあ撮影してる現在はですね、まだ33度ぐらいの気温なので、もうめちゃくちゃ暑いんですけども、これ季節が進めばですね、やっぱり半袖の T シャツよりもロングスリーブの方が実際に暖かいので、そういった機能面で言うとですね、長袖の T シャツを着てその上にジャケットだとかシャツアウター着るのが、まあ使い勝手がいいかなと思うので、まあぜひですね、このあたりのロンティーも皆さんのトップスの候補に加えていただきたいなと思います。まあ適正で言うと、真面目な雰囲気の方よりはちょっとスポーティーな着こなしが好きな方だとか、まあアクティブな男性の方がロンティーって似合いやすいんですね。そういった意味では、スポーツをやってる方だとか、割とおしゃれが好きな方なんかがロンティー着るのはバランスいいと思います。意外とこのロンティーに対してあえてですね、ショートパンツ合わせるみたいなスタイリングもあったりするので、まあいずれにしてちょっと真面目な雰囲気の方よりはちょっとカジュアルなものが好きな方だとか、アクティブな雰囲気の方の方が似合いやすいので、ぜひそのような方はですね、チェックしていただきたいなと思っています。続いて3点目はですね、僕が今着てるような
丸首のニットですね。これもまた大人の定番的なトップスの一つかなと思います。先ほどのロンティーよりもやっぱりこちらの方が着ていて安心感があるんですね。僕にとってはこちらが定番的で、多くの男性にも使い勝手がいいのはこちらかなと思います。真面目な雰囲気の方はやっぱりロンティーよりも圧倒的に丸首のニットの方が合いやすいかなと思いますし、まあ、カジュアルな着こなしが好きな方であっても、このような丸首のニットは間違いなく似合うので、かなり汎用性が高いような一枚になってるかなと思います。ちょっと立ってみますね。僕が着てるのはグリーンレーベルのですね、丸首のニットなんですが、このあたりはもう鉄板アイテムかなと思っていまして、色はですね、ライトグレーですね。まあ、ニットもカラーバリエーション豊富なので、まあ、お好みのものを選んでいただきたいなと思うんですが、僕は結構ここ数年ですね、ライトグレー使いやすいなと思ってるんですね。これなぜかというと、単品で着てもしっかりとですね、明るい雰囲気が出つつ、ホワイトよりは少しですね、気の利いたグレーを混ぜたような色合いなので、ちゃんと着映えもしますし、あとは冬になった時に重ね着もできまして、上にですね、ブラック系のコート、ダークグレーだとかネイビーのコートを着た時にも、このニットに少し明るさがあるので、割とこう地味になりすぎないので、1枚だとすごく便利なんですね。で、ニットにもいろんなジャンルがあって、ハイゲージと呼ばれるような薄くて目の細かいものもありますし、ローゲージと呼ばれるざっくりと編んでるような少し厚みのニットもあるんですが、個人的には中肉厚のこのようなニットが、まあ最強だなと思っています。まあ1枚で着ても体のラインを拾いすぎないんですね。先ほどお伝えしたハイゲージの割とこう目の細かいニットというのは体のラインを綺麗に見せてくれるんですが、いやいやぽっちゃり体型の男性とかだと割とですね、体のライン拾いやすかったりするんですけども、この中肉厚だとそんなことがないですし、あとは重ね着もしやすいんですね。ローゲージの結構厚みのあるニットだと、これはこれで重ね着がしづらかったりだとか、使える季節が冬限定になってしまうんですが、このような中肉厚だと割と秋行って冬も行けて春も行けという感じで3シーズン使えるので、結構ミニマリスト的な発想の方にも使い勝手がいいアイテムかなと思っています。で、おすすめはですね、やっぱりグリーンレベルのクリアコットンスウェットライククルーネックニットですね。こちらが使いやすいんですよ。僕も何度もこのシリーズ着たことがあるんですが、ニットの風合いなんだけども、デザインの雰囲気は割とスウェットライクということで、綺麗すぎないようなところになってるんですね。で、肌触りもニット特有のチクチク感だとか、そういったものがゼロで、そのあたりもスウェットライクなんですよ。なので、ロンティーとかスウェットとニットの中間くらいがつけるようなアイテムとしては、これはめちゃくちゃ使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。下に白 T を着ながらちょっとレイヤードをするのも良いですし、あとはバンドカラーシャツだとか、そういったものを襟元からちょっと見せてあげる着こなしも良かったりするので、まあ一枚あると、いろんな季節だとか、いろんな着こなしができるので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。続いて4点目ですね。今僕が着ているようなカーディガンですね。これまた秋のトップスとしては非常に使いやすいですし、定番的な位置づけになってくるかなと思います。まあ皆さんも一度くらいは着たことがあるアイテムかなと思うんですが、僕はですね、秋になったら T シャツの上にさらりとカーディガンを羽織るという形で体温調節するのが結構好きなので、まあ僕の中では常にクローゼットの中にあるのがカーディガンというアイテムかなと思っています。ジャケットほどはですね、きちっとしすぎずに、ちょっとしたアウター感覚で着れるという立ち位置が個人的にはすごく便利だなと思って、このようなカーディガンよく着るんですね。まあ、せっかくなんでちょっと立ってみますね。まあ、こんな感じのカーディガンです。カラーバリエーションもいろいろとありまして、ブラックだとかネイビー、ダークグレーのようなベーシックなカラーもあれば、あとはですね、この後ご紹介するこちらのカーディガンですね、ちょっと綺麗な色のカーディガンなんかも出てきてまして、特にグリーン系なんかはかなり使い勝手がいいかなと思いますし、着こなしの良い差し色になるので、まあ、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。まあ、いろんな着こなしが想定できて、 T シャツの上ですね、無地 T の上に重ねてもいいし、僕が今着てるようなプリントとも相性がいいです。あとはバンドカラーシャツだとか普通のシャツでもいいですね。一番最初にご紹介したストライプのシャツなんかで合わせてもいいので、かなりいろんな着こなしができるんじゃないのかなと思います。まあ、今回僕がご紹介したいのはですね、アーバンリサーチドアーズのハードニットカーディガンですね。これが使い勝手いいんじゃないのかなと思いました。ニットの厚み自体は割とですね、中肉厚で、まあ、しっかりと厚みがあります。
このカーディガンも先ほどの丸首のニットと同様に厚みがですね、結構いろんなバリエーションありまして、かなり薄いものもあれば中肉厚のものもあり、またもっとですね、厚手のですね、アウター感覚で着れるものもあるんですが、やっぱり中肉厚のこれぐらいが使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。すいません、僕グリーン系、ダークグリーンとか言いましたけども、正確にはブルーですね。ちょっとグリーン味を感じるようなこのブルーの色味がなかなか素敵だなと思ってまして、先ほどご紹介したホワイトのロンティーだとか、そういったものの上に重ねてもらうのもすごくバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。で、最近のカーディガンはやっぱりサイズ感で言うとちょっとゆったりめ、これぐらいが使い勝手がいいなと思っていまして、どうしてもタイトなカーディガンだと体のライン拾いやすいんですね。まあ正直カーディガンは似合う人と似合わない人がバキッと分かれるところがあって、割と痩せ型の人の方がカーディガンは似合うかなと思います。ぽっちゃり体型の方だとやや体のライン拾いやすいかなと思うので、まあ痩せ型から普通体型の人がちょっとサイズ感ゆとりを持たせながら着てあげると意外とバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、スタイルとしてもカジュアルな感じとかスポーティーな感じが好きな方よりは少し大人っぽい上品な着こなしの方が好きだという方が、まあ、ジャケットまではいかないんだけどもちょっと小綺麗に見せたいよねっていう時にはカーディガンめちゃくちゃ使いやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。続いてラスト5点目はですね、今僕が着てるようなパーカーですね。まあ、今回ご紹介するアイテムの中で最もカジュアルなのがこちらのパーカーかなと思います。ロンティーも結構カジュアルだったかなと思うんですが、それ以上にこのフードがついてることでよりカジュアルさというところが際立つのがパーカーというアイテムかなと思います。割とですね、カジュアルな着こなしが好きな方だとか、スポーティーな着こなしが好きな方、まあ、どちらかというとですね、アクティブな方には似合いやすいんですが、真面目な雰囲気の方にはまあ似合いづらいアイテムなので、まあパーカーというのは誰もにおすすめできるようなアイテムではないんですが、個人的には結構好きです。で、パーカーもいろんなものを着てきましたが、一つだけ気づいたのは40代迎えてですね、だんだんパーカーのテンションと自分自身のですね、年齢の間にですね、微妙な隙間が生まれてきたなというところなんですね。着ると好きなんだけども、ちょっと気恥ずかしさを感じるようになってきたので、まあそろそろ卒業が近いのかなと思いつつ、まあやっぱり久々に着るとこれはこれでいいなと実感するわけなんですね。ちょっと立ってみますね。僕が今着てるのはこれレミレリーフというブランドのですね、パーカーなんですけども、まあ少しゆったりめのサイズ感なんですが、デザイン的には木を照らったところはなくて、すごくミニマルな雰囲気になっています。まあ肩のラインとかも落ちてるのがわかるかなと思うんですけども、僕はパーカーを着るときには比較的ですね、ブラックだとかダークグレーだとか濃い色を選ぶことが多いんですね。アイテム自体がカジュアルなので色合いは割と引き締めた方が好きだったりするんで、まあこのような色を選んでいるんですが、もしパーカーが欲しいというのであれば個人的にはですね、こちら、まあグローバルワークの定番ですね、ライトクッションパーカーですね。まあこちらのですね、まあグレージュもすごくいい色ですし、まあベーシックなところで言うとネイビーですかね。このあたりが大人の男性には使い勝手がいいかなと思います。まあ休日ぐらいはちょっとリラックスしたいんだよとか、ニットもいいんだけどもそればっかりじゃ飽きちゃうので、もうちょっとカジュアル感のある着こなしを楽しみたいなという方は、結構このようなフード付きのパーカーがあると着こなしの幅も広がるかなと思います。決して誰にでも似合うものではないんですが、昔のパーカーに比べると今のパーカーって、このライトクッションパーカーもそうなんですけども、素材感的に少しこう微光沢があって上品に見える素材使いのものが増えてるんですね。こういったものだと意外といけるっていう方も少なくないのかなと思います。僕が今着てるパーカーに関してはこういった紐がついてたりだとか、まあ、カンガルーポケットと呼ばれるですね、このようなポケットですね、これがついてるのでよりカジュアルに見えてしまうんですが、こちらのライトクッションパーカーに関しては首元の紐もないですし、あとはカンガルーポケットも省略することでよりこう大人の男性にも似合いやすいような見栄えになってるんですね。まあ、このようなパーカーがセレクトショップのオリジナルですね、エディフィスとかでも得意としてますし、割とこう増えてきてますので、まあ、そういったものをトライしてみるのもいいかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の秋のトップスはこの5枚だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。まあ、5パターンありましたけども、その中でも皆さんの好みのものというのは割とですね、限定されてたかなと思います。シャツだとかカーディガンだとかニットだとか、そのあたりは好きっていう方もいれば、もしくはちょっとそのあたりだとカジュアルすぎるんだよなという方にとってはロンティーだとか、あとはですね、フード付きのパーカー、このあたりが結構好きだという方もいらっしゃるかなと思います。
本当にね、人の好みによってトップスどれを選択するかは人それぞれだったりするかなと思うんですが、まあ、今回ご紹介した5パターンですね、この中から選ぶというのが、まあ、すごくわかりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、今後秋のトップスを買う際に一つのジャンル分けの参考としながらですね、お買い物していただきたいなと思っています。まあ、このような形でこちらのチャンネルではこれからもですね、メンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたは専門ブランドのですね、ご紹介に関しては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画と週に1本のですね、ライブ配信もやっていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えするような形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでなるべく短期間でですね、情報を得られるようにおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を僕の方でもですね、毎日配信をしています。また僕以外のですね、スタイリストだとか専門家の人もですね、記事を書いてくれていますし、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まって楽しめるようなコミュニティになっています。こちらも気になる方は概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。